はい、こんにちは。ブルーホースです。ということで、ハーバード心理学第11日目をやっていきましょう。3連休最終日ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。成人式を迎えられた皆様方、本日はどうもおめでとうございます。今年2021年ということでね、今年成人を迎えられる方々はなんと皆さん21世紀ということで、私はですね、平成生まれかつね、90年代生まれですから、もうなんかダブルで一世代前の人間ってなったら結構気が重いですよね。まあ、成人式僕はね、行ったことがないのでどんな雰囲気なのかっていうのは全然知らないんですけれども、行った方はですね、もしよければコメントにこんな感じでしたよって残してくれてると嬉しいです。なんか今日ダメだね。神だね。今日ね、ちょっとね、全然先日と関係ないですけどね、新しいね、スーツを新調して、すごいね、テンション上がってるという、ただそれだけのことなんですけどね。はい。ということで、まあ、11日やっていきましょう。今日のテーマはこちらですね、失敗から学ぶということで、まあね、成人を迎えられた方々も、これまで学生生活を過ごしてきてる中で、たくさんの失敗を過ごしてこれ、経験してきたかと思いますし、でしかも、やっぱり大人の方々も、早速ね、1週間仕事始まってみて、もうこんなつもりじゃなかったのにって、出だしでけつまずいた方々も、もしかしたらいるかもしれないんですよね。ということで、そんな方々にコーピングを身につけるお話をしていきます。でコーピングって一体何っていう話なんですけど、早速ミスった、コーピングって一体何っていうと、失敗の危険を冒しながら、困難なことに対処する力のことを言います。要はストレスがかかることに対して、そこに立ち向かっていく力を身につけていきましょうぜっていう話になります。で、皆さんもう誰もが思っていることだと思うんですけど、失敗って嫌じゃないですか。僕だって失敗嫌なんですよね。誰もが思うことだと思うんですよ。もうめっちゃめちゃ気持ちそれってすごくわかります。ところが、失敗を避け続けていると、実はこんなことが起こっちゃうんですね。自分は困難や失敗に対処できないっていう、そんな価値観っていうのを脳が作ってしまうんですね。だから実は失敗を、避けるためにっていうよりも、その困難への挑戦は、自分は失敗を恐れない、かつ失敗をしても立ち直ることができるというメッセージを自分に送ることになるんですね。はい。だから立ち向かうことっていうのは、自分のプライドにとっても、勝ち負けとか成功失敗よりも、最終的に長期的に見ればいい結果をもたらしてくれるっていうことなんですね。はい。だから失敗しても別に気にすんなっていうのが、結論言いたいことなんですよね。ところが、失敗してもいいよって言いながらも、やっぱり人間って失敗したら怒られたりとか、自分のプライドが傷ついたりとかって、なかなかね、いい方向に向かわないっていうのは、僕も経験してますし、この中で経験したことないっていう人の方が珍しいくらいだと思うんですよ。じゃあそんな、その失敗っていうものも、心理学的に見たら一体どうなのかっていうと、こんな感じで、失敗した時の辛さっていうよりも、実はね、失敗そのものっていうよりも、失敗するかもしれへんっていう、恐怖の方が私たちにとっては大きいんですよ。それがその脳の働きっていうのを支配してしまうわけなんですね。で、さらに失敗への対応力っていうのは、要は皆さんが何か大きなプロジェクト任されますとか、勉強で試験を受けますとかってなった時に失敗しますよね。で、その失敗の対応力っていうのは、失敗することによって学ぶこともできるし、かつ身についていくんですよ。で、これをよく間違えて捉えてしまう人がいるんですけど、例えばのお話で、野球が上手くなりたいのに、サッカーのリフティングをずっとやってても、野球は一向に上手くなることっていうのは、おそらくないですよね。で、同じような考え方で、失敗への対処っていうのが上手くなるためには、当然ながら失敗をすることが必要なわけなんですよ。だから野球が上手くなりたいのに、リフティングやってても上手くならないっていう話だったら、野球上手くなりたいんですって言うんだったら、バット振ったりとか、キャッチボールしたりとか、守備の練習したりとかっていうのが大事になってくると。それと一緒で、失敗に対して、メンタル的に強くなりたいとか、失敗した時の対応力を強くしていきたいっていうことだったら、まずは失敗を経験しましょうぜっていうことなんですよ。失敗の練習をたくさん積み重ねましょうということなんです。ということで、本日のワークっていうのがこちらですね。トンということで、今日から1週間ほど使っていただいて、その日1日の失敗失敗とか、過去の失敗した経験とか体験っていうものを、その時の気持ちや状況について紙に書き出してみましょうというものです。で、これは別に何でもいいです。ノートでも A4 紙でも何でもいいので書き出してみていただけるといいかなという感じです。で、効果は一体どんなものがあるかっていうと、結構効果ありましてですね、こんな感じですね。自分の失敗を検証して学ぶことによって、自分自身と、それから周りの、自分以外の他人ですね。
への観察力っていうのが強まっていって、自分のことが許せるようになったりとか、まあ、こんな失敗だったらいいよねっていうふうに許せるようになったりとか、それから未来の成長への指標を見据える力を養うことができるということなんですね。だからちょっと難しい言葉になっちゃったんですけど、まあ、未来に自分は大体このくらいできるようになっているだろうとか、こんな成長しているだろうっていうことを逆算して、まあ、大体10日かかるなとか1年くらいかけなくちゃいけないなっていう見据える力っていうのがつきますよっていうことです。でそれから自分を許すのは難しいんですけど、だからこそ紙に書き出して眺めてみることで、要は紙に書き出すと第三者視点で見ることができるようになるので、新しいものの見方で解釈ができるようになりますということです。でちなみにおすすめの方法なんですけど、こんな感じですね。まあ1週間って伝えたんですけど、まあ、しんどいとか辛いなと思った時には、とりあえず今日の11日から18日までの1週間やりましょうっていうだけじゃなくって、定期的にやってみるっていうのもおすすめです。まあ、そうすることによって過去の失敗体験とか、を同じ出来事でも思い出すたびに見方とか感じ方っていうのが変わって新たな学びが生まれるということです。だから例えば、この中に浪人を経験された方がいたとしたら、まあ、浪人ってある種失敗じゃないですか。で浪人した直後ってもうなんかこの世の終わりくらいの気持ちを味わうと思うんですけど、それが10年経った時になんかしんどいなと思って浪人のことを思い出した時に、あの時こんな風に思ってたけど今だったらこう思えるなっていう解釈が変わるという、そんなイメージです。でちなみに僕個人の例はですね、ブルーホスの例ということで、実はですねその浪人の例を今出したんですけど、僕自身はですね親子関係の失敗が転じて仲良くなった話っていうのがあって、実はですね僕も浪人してるんですよ。浪人が決まった時にね、3月のあれでも20日覚えてます、2011年の3月の20日なんですよね。その日たまたま OB 会があって、で現役生とその卒業生で試合をしたその終わりに、まあ親父も来てたんですけど、お前なあんな風にバスケすんのもいいんやけどって言って、お前浪人して周りの仲間どんどん大学行くんやろって言って、そんな中でお前悔しくないんかっていうことをね、チャーってねチャチャ入れてきたんですよ。でそれにね腹を立ててね、僕はねもう無言で荒々しくねバーンってドア開けて風呂場に向かってったんですよ。そしたらね、すっぱだかでシャンプーをねしてた時にね、親父がいきなりお風呂場にバーン入り込んできて、お前さっきの態度なんやねんって言ってバーンってねドア思いっきり開けて入ってきたんですよ。で僕もね、お互いね、お前こそなんやねんって親父に初めてお前っていう言葉を使ったんですけど、お互い捕まりになって怒鳴り合いですよね。まあ僕はどこ捕まれたんだろうってすっぱだかなんでね、僕はずっとフルチンだったんでね、親父のその胸ぐらを掴んで、で親父はまあなんかとにかく、まあ、掴まれたかどうかってあんまちょっと覚えてないんですけど、とにかくほぼゼロ距離、半沢直樹と大和田常務がこう怒鳴り合うようなこう距離で叫び合ってたっていうのは覚えてるんですけど、で結局ですねそのまま僕は過呼吸を起こして、父親はね生まれて初めて殴りそうになったんですよ。これまで暴力を振るわれたことはあっても振ったことはないっていうことだったんで、まあ過呼吸を起こしてお互いの気持ちを吐露して終わったというところだったんですね。その場は丸く収まったと。で僕はこういう思いを持ってた、で父親でこういう思いを持ってたっていうのをこう吐露し合って、で、まあ、そこでお互いがこうやっぱりこう言いたかったけど言えなかったことっていうのを言い合うことによって、まあ、そこからですね、まあ、1年浪人生頑張って、まあ、大学になんとか入って、そしたらまあ大学に入ってからは男2人でキャンプに行ったりとか、まあ、今でも休日には温泉に行く仲だったりするんですよね。まあ、1ヶ月に1回くらいのペースで、おいブルーホースそろそろあそこ行かへんかって温泉に誘ってくるんですよね、うん、で当時っていうのはその殴り合いじゃねえや、つかみ合いをした時とかっていうのはもう親父が憎くて憎くて仕方なかったんですよ。僕はね兄弟とかとゲームとかをしたりするのがすごく好きなんですよね。で母親もゲームとかしてくれるような母親だったんですけど、まあ一方で親父っていうのは残念ながらゲームはもうなんだそれはっていうようなタイプだったんで、まあ一緒に遊ぶとかっていうのはあんまりなかったんですよね。まあ当然そのキャンプ行ったりとかっていうのはしたりはしてたんですけど、まあでも何かしらあれば勉強しろということをね常々言ってくるような親父だったんで、まあうざいなとか思いながら憎くて仕方なかったんですけど、まあ今思えばあの時の喧嘩っていうのがターニングポイントになって、お互いこんな思いを持ってたっていうのを言い合うことができたからこそ、今はですね普通にキャンプに行ったりとか温泉行ったりとかっていうので裸の付き合いしたりとか、一泊二日、父親と二人きりっていうのも全然苦じゃないというような感じで、だから逆に言うとね、逆じゃないんだけど、
なんて言うんでしょうね、周りの、その父親世代の人たちとも時々その3人4人とかでキャンプに一緒に行ったりとかするんですよ。そしたら未だにその20を超えた息子がこうやって一緒にキャンプついてきてくれるっていうのはすごくいいなって、うちの息子だったら全然できへんでっていうようなことを会話をしてるのを聞いたりすると、あ、うちってすごく仲がいいんだななんていうふうに思ったりするんですけどね。まあ、皆さんが、失敗が転じていい方向に向かったっていう話がもしあれば、それを紙に書き出してみたりっていうのもいいかと思います。ということで本日の動画終わりなんですけれども、最後にですね、こんな感じで動画が役に立ったなとか面白かったなという方はぜひチャンネル登録ボタンとそれからグッドボタンよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。